じゃあ、皆さんこんばんは。マギー・パレッチ団と申します、最初、民謡からいきます。バンダイさんから。カメラマンの中辻淳さんという方が、ずっとあの、福島10年追い続けて、あの写真集をこの間出したんですけども、その前からあのかさぶたって、そこにちょっとあれあの売ってはいないんです、あの
僕がもらったんですけど、かさぶたっていうのと、あと今回出したあのコンセントの向こう側って、そうです、あの後で手に取って見てもらえれば、売ってはいないんですけども、そこにもういろいろもう福島を思ってっていうか、そういうもう朽ち果てたあの写真をいろいろ載せて、あと文章も、中辻さんの言葉でいろいろ書いてあってですね、4月にはあの東京でもやい展っていうあの個展もやるんですけども、まあ東京ですからね、なんかなかなか行けないかもしれないんですけど、今のこの状況で、でももし行ける方がいらしたらぜひ行ってみたい、行ってほしいなと思ってますんで、そのパンフレットはあのご自由にお持ちください、皆さん持ってきたので、でその、コンセントの向こう側という、写真集というかあの著書の中に、僕もあの一筆ちょっと入れさせてもらって、自分のマギー・パルチさんの言葉も入ってますんで、もし皆さんよかったら後で見ていただければありがたいと思っております。そんなわけで、あのもう核をやめなさいというそんな曲を歌いたいと思います。地球空洞説、政治主義が大嫌いで革命が好きである、赤旗と赤軍の流血は止まない、このトロッキストめ、このトロッキストめ、ほとんど闇に至るのだ、破壊され自滅を余儀なくされる、核分裂連鎖反応資本主義は崩壊だ、このトロッキストめ、このトロッキストめ、ほとんど闇に至るのだ、ぐる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 と水流が変動した、俺は今記憶喪失に陥っている、このトロツキストめ、このトロツキストめ、ほとんど闇に至るのだ、覚悟やめろ、おおおおお、覚悟やめろ、おおおおお、覚悟やめろ、おおおおお、覚悟やめろ、覚悟
疫病退散。言ってることは大嘘ですから、皆さんも惑わされずにっていう、曲なんですけども、もうコロナは収束しませんと思ってます。コロナと共有してっていうのは思ってるんですけども、で変異 の, あのウイルスもどんどん入ってくると思う、所詮、化学が自然万物に、立ち向かおうとしても、これはもう何でしょうね、もう手も足も出ない、そんな曲です。もう嘘だらけ、嘘で生かされ嘘で死ぬという曲。権力のある男が成りすまし、嘘のロレックスの時計をして、海外にも行けず流行り病に侵された、化学が立ち向かったところでいたちごっこだ。嘘は罪、人は罪、嘘で生かされ、嘘で死ぬ。嘘で死ぬ。耳鳴りと耳鳴りが同時進化して、耳口に細胞が溢れ出した。良きも悪しきも共鳴共有共存、化学が立ち向かったところで手も足も出ないぜ。嘘は罪、人は罪、嘘で生かされ、嘘で死ぬ。人のせい、物のせい、嘘で生かされ、嘘で死ぬ。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 いやもうすでに最後を迎えたはずだ。そして我が存在さえも嘘なのかもしれない。出演ですけども、誘ってくれてありがとうございます。こちらこそ、こうして曲がそうじゃ、なんかこうそういうものがないと曲ってなかなか作れなくて、そうなんですよ。なかなかいい企画だなと思って、俺はもう、もう楽しみにしてきました。今日はちょっと水飲ましてくなーしょーちょっと飲むから酒じゃなくて水じさあ、それであと次
次はあのふるさとという前からやってる曲なんですけども、ね、まだ10年経っても、仮設住宅でまだ、住んでる人たちがいっぱいっていうか いますんで、ね、帰れなくて、でもやっぱり、こっちに移り住んだった人もいますけど、やっぱりふるさと、帰りたいなっていう人がやっぱりいると思うんですよね。もう涙流して、もうどんなになっても、ふるさと、自分のふるさとはふるさとだっていう、そんな曲を歌いたいと思います。ふるさとという曲。人類欲望のかけら、朽ち果てて今朽ち果てて、人類滅亡の灯火、朽ち果てて今朽ち果てて、たとえ果てようとも朽ち果てようとも、周りから捨てられた島と言われようとも、ここは私たちの大切なふるさと、愛昔のたわごと、黒いダイヤの宝物、屍が眠ってる勲章、たとえ果てようとも朽ち果てようとも、周りから捨てられた島と言われようとも、ここは私たちの大切なふるさと、愛嬌に殴り抱きしたI'm not afraid to die.
た。新曲っていうのが3曲ぐらいやっぱ一気にできるわけで、なんか余裕が出てきたなと。1回目の、コロナの緊急事態宣言でそんな、会津若松の方で鉄板焼きをやってるんですけども、そっちの店の方がもう必死で、そんな曲なんかもう作ってる場合っていうか、もうそういう余裕がなかったとですけど、今回はなんかそんな余裕もできて、3曲ぐらいバンできたんですけど、その中で、普段こんな暗い曲しか歌ってないですけどね、メジャーコードの曲を作ってみたんですよ。パワーソングも頑張れっていうそういう曲を、A 面の曲を作ってました。ばっかりで歌詞が肝心な歌詞が飛ぶかもしれないんですけど、一生懸命歌いたいと思います。これ違う、これさっきのだろうし。チェアーズ乾杯っていう曲なんですけど、最初乾杯っていう歌詞にした題名にしたんですけど、なんやっぱありふれてる感じがあった。チェアーズ。初めて英語、なんだこれ、英語、イタリア語なんですか。なんかよくわかんないですけど、チェアーズっていうのをちょっと、題名にしました。この腐り切った素晴らしき世の中に乾杯っていう曲です。丸儲けそう誰かがいた。大地に根を張れそう誰かがいた。生きろ生きろそう誰かがいた。息吹光風空気成熟月明かり人生
健杯じゃなく乾杯、10年目節目に健杯じゃなく乾杯で、明日を見つめてというこの曲を作ってみました。ありがとうございました。よし、じゃあ次は最後の曲で、これはね、これもずっと歌ってる、歌わせてもらってる曲なんですけど、中島ラボさんのいいんだぜという曲、コードを先に、よし、どんなでも、それでいい、君はそれでいいんだよという、そんな曲です。いいんだぜ、最後でやります。いいんだぜ、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 君がめくらでも、君がどちんばでも、君がつんぼでも、どんな傍らでも、いいんだぜ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 、君が暗みじやでも、君が梅毒でも、君がエイズでも、君がコロナでも、俺は入れてやる、撫でてあげる、舐めてあげる、ぶち込んでやるぜ。いいんだぜ、いいんだぜ、いいんだぜ、君がクロンボでも、君が北朝鮮でも、君がイラクでも、宇宙人でも、俺はアル中で、そううつ病で、俺がアホでも、俺がバカ野郎でも、いいんだぜ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 、最終兵器待ってますから、皆さん最後まで楽しんでてください。ありがとうございました。